こんばんは。暇人です。インスタライブと迷ったけどショールームにしちゃった。なんか今めっちゃここの Wi-Fi の調子が悪くて途切れるかも。めっちゃ下からアングル。なんかないんですよ、置く場所が。本当？そう、今日オアシス21で栄のトークイベントをして、その後にカフェにラッキークラクションに行ってきました。で、チームイ公演のリハーサルをちょっと覗いて帰ってきました。 そう、え、画質いいんだ、本当？こんばんは。で、そう、今日はこのあと金のおむすびなので7時半とかかな。それまで暇人でーす。どうしたらこれ、なんか置き場所欲しいな。手が疲れる。一回ここに立てかけ出して。 めっちゃ下だけど。え、そう、なんか結構めっちゃ人いたよ、あのカフェ、ビスキーカフェ。めっちゃ人いた。外にも並んでたもん今日。ペットボトルなーい。あ、どう？いい感じ。ちょっと下だけど、下からアングル。ありがとう、トークイベント来てくれて。平日の2時なのに意外とたくさんの方が来てくれて嬉しかったです。ね、下からになっちゃった。ないんだもん、置く場所が。めっちゃ寒かったよ。本当はね、あのコートも着ずに衣装でやろうって言ってたんだけど、寒すぎてさすがにこれは着ようってことになったので、上から、そう、ジャンパー着たんだけど、本当はスタンドバイユーの衣装着てました。そう、カフェ30日までなので行ってください、皆さん。ぜひ最後に。札幌寒くて、でも今ね、メンバー、札幌に行ってるメンバーが何人かいるのでいいなって思いつつ、私も一昨年ぐらいに12月に北海道に行った時超寒かったのを思い出して、寒そうだなみんなって。今めっちゃね、前かがみでやってる。ハニトー食べてる人めっちゃいっぱいいたよ。ほぼハニトー食べてた。ありがとや、ありがとよ。トースト美味しいよ。ちょっとボリュームが普通じゃないけど 食べてください、ぜひ。体勢がなんかないかな、他に。なさそう。カラオケ？カラオケいつかしたいですね、カラオケ配信。何歌ってほしい？ショールームだとさ、AKB グループの歌しか歌えないけど。今このね、この部屋暖房つけたばっかで寒いからジャンパー着てます。
医者じゃないですよ。瀬戸さんに天才的表現した。そう、見た？ツイッターで。なんか今日すごいメイクがうまくいって、メイクがうまくいったから、みんな2時に、オアシス21に見に来てくださいって告知したら、あかりさんに褒められました。褒められたのかな、わかんないけど、天才的な告知だって言われました。最近あかりさんとね、2人で喋ったんですよ。公園で歌いたいな、スタンドバイユー。まだ歌ってないの。ご飯は行ってないです。でもご飯も行きたいねって言ってくれたから、いつか行きたいです。絆創膏気になった。怪我したの、痛い。見て、痛いの。今日のメイクのポイントは、でもメイク道具新しいのを使いました。大学受かったよって、おめでとう、すごい。大学受かったよってこと、一個下ってこと。ひー、そんな時期なんですね。アップが可愛いって嘘だ。近すぎない？ちょっと近いよね。高校受験？中3？若っ。頑張ってね。楽しいよ高校は。高校生はその分大変だけど、単位とかね、テストとかね。頑張って。今日太陽の、そう、めっちゃ眩しかったの。太陽の光めっちゃ当たった。ご飯食べてるよ。そう、バスで名古屋移動しました、みんなで。 AKB 紅白終わりに。やっぱね、布団で寝るっていいなって思いました。そう、結びまで暇な感じです。TikTok 一人で撮る勇気ないです。むずい。TikTok、 そうだから、 SK が公式で TikTok のアカウント作ってから初めてダウンロードしました、 TikTok。 TikTok この前でもショールーム最近したもんね、私。いつしたか忘れちゃったけど。
眠くなってきた。え、おとつい？そんな最近だっけ？あ、そうかもしんない。最近したわ。むご、うなぎ、温まってきた部屋が。みんな何なのですか？何してるんですか今。最近のよく食べる食べ物は何ですか？なんだろう。何食べてるんだろう私って。何食べてんだろうね。わからぬ。暇してるよ。だって酒屋でさっき見たよ。お酒飲んでる。大人ですな。え、クラノーナルミちゃんめっちゃ好きなんだけど。かわいい。顔がタイプ。かわいい。納豆巻きは一時期めっちゃハマってたけど、最近は食べてないです。似てる？似てるって言われたことないけど、話したことあるよ。だってネクストガールズで一緒だったから。だけどそれ以来あんま喋るっていうか、あんま会う機会ないから。喋ってないけど。似てる？似てるって言われたことないの。でも久しぶりかな。最近割とねショールームやってんだよ。伸びたかな。伸ばしてるんだ。なんかどんどん沈んでく。リュックの上に置いてるんだけど沈んでっちゃう。逆向きにしよう。クリスマスプレゼント何にしよう。何にしようって誰にもらうんだろう私。クリスマスプレゼント今リュック欲しいんだ。新しいリュックっていうか新しいカバンが欲しい。暗くない？でもここに置くとめっちゃ暗いんだよね。まあ自分で買うパターン、それはありありだけど、プレゼントももらってないよ。可愛い、ちょうどいいリュックがないんですよ。今はアンクルージュっていう洋服屋さんのバッグ使ってます。大きすぎず小さすぎず。なんか私ってワンピースも着るし、こういうダボっとしたパーカーも着るから、何でも合うのがいいなって思って探してるんですけど、あんまいいのなくて。あ、15分経過しましたって。最近ね出るんだ。持ち物検査、
そんな面白いもん入ってないですよ私。福袋ないです、買う予定。でも初売り行きたい。チリさんにプレゼントも渡したよ。渡しました。唐揚げ食べてるのいいね。唐揚げ目が眠そう。でも昨日めっちゃ寝たんだよ私。なんか前髪今日はパッツンだね。たまたまです。分けてたんだけどパッツンになっちゃった。勉強全然進まないの。頑張って。トークショーした。あの全然話変わるけど、なんかネクストガールズでレナッチさんと同じなんですけど仲良くなった。めっちゃ可愛い。本当に人形みたいな顔してる。仲良しになりました。髪の毛早く伸びないかな。だいぶ色落ちてきた。茶色くなってきた。チャープラン、そうチャープランはタイに行った時にやったんですけど、久しぶりにゆうなちゃんゆうなちゃんって言ってくれて可愛かった。見て指紋、指紋じゃない間違い、指が、指が、そうコメントとこのなんていうのカメラがちょうど同じとこにあるから。うん、何しようか。今から仕事です。チリさん携帯直ったよ。今日のリップはオペラです。オペラ、裏結び何しようね。決めてない。なんかフリートーク多めだから何しましょう。別に誰か待ってるわけじゃないんですけど、ただ暇なだけです。最近おすすめの曲、おすすめか、何聞いてるかな。最近、最近はビッシュさんとか聞きますよ。あとマネキケチャは安定に聞く。マネキケチャは今日なんかなんだっけ、発売記念イベント DVD のやるっていろんな SNS に書いてあった。いいな。スタンドバイユーの宣伝、ス
タンドバイユーの宣伝さっきいっぱいしてたから何喋ろうかな。ビッシュ、あ、プレイリスト多分もうすぐ私の番なので楽しみにしててください。今最近かな、今聴きたい曲をいっぱい詰め込んだので聞いてね。公開されたらまだ先だけど。そう、なんか男の人の曲聴かないんですよね私。だから自然となんかアイドルソングとかそういうのばっかになっちゃう。うん、そうなんですよ。昔から男の人の曲聴かないですね。プレイリスト楽しみにしてて。そう、女の人の声が好き、声がね好き。招き入れたかな今回。今回は入れてないかも。招き入れちゃんの曲で好きなのは、なんだろう、私の残り全部あげるとかすごい好き。青息と息も好き。ビッシュは入れた気がする。入れたよ。誰入れたっけ、忘れちゃった。洋楽は聞かないですね。最近はコブシファクトリーも好きです。行きたい、ライブ行ってみたい。明日天気になれっていう歌が好きです。あと何が好きかな、結構まんべんなく好きなんですけどね、アイドルは。ハロプロ好きですよ。ベリーズ工房がすごい好きだったんです。スパガで好きな曲は、なんだろう、カラオケとか行った時に歌いたくなるのは空色の奇跡。何聞くかな。でもアイドル好きな子はいっぱいいるけど、 SK の中でもなんかね、ジャンルが違う。あ、それらの奇跡いいねって言ってくれる人がいる。アンジュルーム、でもスマイレージがめちゃくちゃ好きだったからアンジュルムも好きです。アンジュルムで好きな歌なんだろう。最近の曲とかは全然わかんないけど、スマイレージの時は自転車チリリンとか好きだった。ジュースジュースは上村あかりちゃんが好きです。ジュースジュース、ジュースジュースいいよね。ワースター、ワースターこの前ルーちゃんに会いました。
ね、神谷丼で見てみたい。みんな可愛い。うん、大器晩成いいね。うん、眠たくなってきた。うん、スポーツはしないですね。おすすめなバラード、うん、難しいな、バラード。もし私がここで寝落ちしたら切れるのかな、これ配信。トークテーマください。あ、切れるんだ。アニソン、アニメはま、あんまっていうかアニメ見ないから聞かないですね。ラムネの味方声見てるんだって、特定映像。そうだね、特定映像。今回じゃあ私ラムネも鉄ナも出てるんだ。うん、こっちゃんとなおちゃんのお示し見てないから分からんです。鉄な、鉄な楽しかった。劇場で鉄なしたのは初めてだったんですけど、まあでも過酷すぎて過酷すぎて大変だったなって思うけど、でも楽しかった、いい思い出。それも毎日違うことしてたから、あの毎日は、あそこら辺の日々は。なんか鉄ナとラムネ練習した時にちょうど台風が近づいてて、やばいもう帰んなきゃいけないけど練習もしたいしみたいなでなってた思い出、みんなと。懐かしいね鉄ナ。ジュリさんの生誕の髪型は決めてないです。そう、イノセンス初めて歌った。イノセンスは初めて歌った。踊ったことは何回もあったけど、それ過去最高にヤバかった。今何時ですか？
誰か教えて。5時34分6時になったらやめよ。てかまだ30分もあるわ。30分も喋れるかな。6時になったらやめます。今どこか名刺が映ってない。今もしかして。髪？目から上。むしろ眉毛受ける。見えてるかい。嘘、目映ってない。ちょっとだけ出しとこ。ちゃんとコメントは見てる。映ってないの。そうや、あ、星で隠れてんだ。覗かれてる感ある。嘘。今日のイベントはどんな感じでしたか。あ、そう、なんかね、嬉しかったです。たくさんの人が来てくれて。もっとね、少ないと思ってたんだ本当は。平日だし、お昼間だから。すごい喋りにくいけどこの体勢。こうしても喋れないしな。そう、なんか一番先輩だね、一番先輩だってすごい言われるけど、最近そういうことの方が増えてきたから全然なんとも思わないです。近くにメンバーいないですね。そう、スロープから見てる人もいたね、たくさん。そうですよ、これでも8年目なんですよ私。そうだぞ。元に戻りました。アイリーと1時間30分話せそう。え、全然余裕でしょ。余裕でしょ。え、ほんと腰痛めそう。腰っていうか、なんかどこだろうこれ。前かがみめっちゃ。岐阜県に来てください。行きましたよ最近。岐阜県どこだっけ。イオンのでっかいイオン、すごい広かった。岐阜県行ったよ。
東京はよく行きます東京はよく行きます。ぎゅうちゃん、ぎゅうちゃん出てたよね最近。私出てますよ最近。理想の女の子、どこがどの辺が全然でしょ。嬉しいけど先週かな、わかんない。国内で一人旅するならどこに行ってみたい？水族館があるところ、綺麗な。もう水族館に行きたいんですよ。水族館かイルミネーションに行きたい。あそこに行ってみたい。でも池袋の水族館。鳥羽水族館行ったことある。サンシャイン水族館行ってみたい。ね、行きたいな水族館。おすすめの水族館教えてください。名古屋港はいっぱい行ったことあるからな。夜景綺麗だよ。だって行ってみたい。夜景、夜景っていうかイルミネーション見に行きたい。でも悲しくない？一人でイルミネーション見に行くの。誰か一緒に行きませんか誰か。水族館の入園料500円って安くない？やばい、めっちゃいるわ。どうしよう、みんなで行く？水族館。間違えた、イルミネーション。なかなかね、誘えないんですよ人を。免疫のイルミネーション、どこだろう、どの辺。やっぱ名古屋港水族館っていいんだね。やっぱりなんかさ、名古屋の人だから私も遠足とかで行くんですよ、よく。小学校の時とかね、遠足とかで名古屋港水族館とかよく行ってたから。そうなんだ、みんなすごいんだね。ナバナの里ラグーナ。鳥羽水族館、三重県。神戸ルミナリエ有名なん。スカイツリーの下にある水族館ってどこ？何水族館っていうの？この前修学旅行でサンシャイン水族館行った。すごい、墨田水族館ルミナリエ、有名なんだ。初めて聞いた、墨田水族館。調べよう、調べてみよう。
や、なんかもう名古屋のさ街中のイルミネーションとか普段見てるから、あんま普段行かないとこに行きたいなと思って。レゴランドの水族館、へえ、行ったことない。レゴランド行ってない、行ったことない。ルミナリア期間が短いんだって。もうでも終わっちゃうもんね、イルミネーションも絶対。なんかね、寒いの好きなんですよ私。寒い日に外で寒いって言ってるのが好きなんですよそうだから、なんか寒さをも感じる外に行きたい。表参道、へえ。え、なんかわかる？寒いって言いながらコート着てるのめっちゃ良くないですか？暑いのより全然いいじゃん。だから一回考えたの、家にプラネタリウム買おうかなって考えたぐらい。なんかね、そういうのが好き。水族館とか、あ、暗いとこが好きなんで。出たよ、またまた出ちゃったよ、もう出ちゃったよ、引きこもり癖が。そう、一回ね迷ったの、プラネタリウム買おうか。部屋の電気つけてないですよ。ショールームするときしかつけない、部屋の電気は買ったけど意外と使わなかった。ちょうだい だから言ってるじゃん。だから水族館に行きたいとかイルミネーションに行きたいって言ってるのは進歩なんですよ。寒いのがいいの。でも結構寒い人、寒いの苦手な人多いから。いや別に好きじゃないよ、好きじゃないけど、なんか良くない？暑いよりって思っちゃう。え、お風呂にプラネタリウムとかあるの？え、すごい、買おうかな。寒い方が良くない？うん。北海道はちょっと寒すぎるけど寒すぎるけど、ロマンチストなんですかね、わかんないです。今行きたいところは水族館とイルミネーション。感性が違うって言われた。感性が違うの？今何考えてますか？眠い。イルミネーションだってもう終わっちゃうよ、冬が終わったら。オーロラ、オーロラいいね。
ハウステンボス行ってみたい。行ったことない。水族館行きたいな。誰か一緒に行ってくんないかな。菜花の里は一回点灯式で行ったことあります。それ以来行ってないかも。そういえば水族館行きたい。ミーを誘ってみたら今北海道にいるから。北海道楽しんでるかな。海遊館行ってみたいな。楽しんでますよ。だって北海道いいな。海遊館この間行った人多くない？この間海遊館行ったよって今めっちゃコメント来てた。それな、ネットで検索していった気分になっちゃうんだ結局。え、水族館の年パス安いの？水族館ってすごい高いイメージあるんですけど。シーパラ、うん、あとちょっとかな。もう10分ぐらいかな。うん、3回分ぐらいだって。あと8分、あと8分。京都？サンシャイン水族館行ってみたい。え、なに、廃校水族館じゃない？面白そう。なんだそれ。徳島？行ってみたい。なんかめっちゃ寒いんだけど急に。なぜ？フリーデスの MV 私水族館行ってないんですよ。大須にいました。斜めだね、ごめんね。さっきも書いてあったレゴランドにもあるよって。部屋暗くして 4K テレビで水族館の映像流すという。確かにそれで行った気分になりそう。一回中あります。寒い寒いの。暖房つけたんだけど、ね、あ、そうです。7時半から金のおむすびのショールームがあります。大
りない足りないもの足りない10周年これはまだまだ続いていいの。見てね、ショールーム。そう、誰もみんな本当も出会ってる世界で一番愛し合えるその誰か、何があっても心配しなくていいんだ、君は一人じゃない。じゃんじゃんじゃん、恋人はそばにいる、今はまだ友達でも。スタンドバイユーっていい曲ですよね、すごい好き。今日のアイメイクいいねだって、ありがとう。今日うまくいったんですよ。そう、誰も見ない、何番目、何番目かな、分かんない、1番とかもあんま分かんない。でも今夜はジョイナスも好きだし、あと何が好きかな、ホライズンも好き。ホライズンへ走り出せ、僕たちの目指す夢がある。歌わないけどね、全然、悲しいことに。タタ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 、コップ大好き。ここから見えない分だけ胸がときめくんだ。コップいいよね、すごい好き。風に木々が揺れた一瞬の影に、 AKB 紅白で歌ったんですよ。そばにいてほしいと君を思う。